この動画では突然の声優変更、アニメ降板によりファンがブチギレ大炎上した事件8選とお気持ち表明された声優さんをご紹介します。1987年公開のアニメルパン三世風魔一族の陰謀、こちらルパン三世の OVA 第一作となっており、当時のメインキャスト5人全員が変更されたことで話題を呼びました。当時アニメシリーズでのメインキャストはルパン三世を山田康夫さん、銭形警部を納谷五郎さん、次元大介を小林清さん、石川五右衛門を井上真紀夫さん、藤峰子を増山栄子さんが担当されていました。それが風魔一族の陰謀ではルパン三世を古川俊夫さん、銭形警部を加藤誠三さん、次元大介を銀河万丈さん、石川五右衛門を塩沢兼人さん、峰不二子を小山真美さんに変更されました。従来のメインキャストは山田さんなど1971年のアニメ第1シリーズから担当される声優さん、1977年のアニメ第2シリーズから担当される声優さんと長年演じてこられた方々で、皆さん現役だったこともあり、何のための声優変更なのか非常に疑問視されました。声優変更の理由として語られているのは、制作会社株式会社東京ムービー新社が営業不振で声優へ支払うギャラの問題からという話や、既存の演技イメージと異なる作品にするためという話がありますが、ルパン役山田康夫さん含めキャストたちが一部のスタッフから反感を買っていたのではという話もあります。原作者のモンキーパンチさんはプロデューサーから会社が潰れるかもしれないと説明をされ、声優変更を認める条件として事前にやむを得ない事情があることを従来キャストに説明することを訴えたとか、まあ声優変更しなきゃ倒産するかもしれないなんて聞かされたら首を縦に振るしかなかったのでしょう。制作に関わった東宝も東京ムービー側に旧声優さんには仁義を切っておいてくださいと伝えたそうです。とここまで周りから心配されたにもかかわらず、山田さんはじめ従来のメインキャスト5人全員が変更について事前に知らされなかったというから驚きです。当然ですが声優側も猛反発。ルパン役の山田さんはなんと公開から約1年経って本作でルパンを演じた古川俊夫さんから初めて変更の件を聞かされたそうで、激怒、泥酔していたこともあり、深夜1時頃にモンキーパンチさんへ電話をかけ、モンキーさん、一体どういうことだ、交代なんて聞いてねえよ、これは作者のあんたが許可したせいで起きたことだろうが、などと30分にわたり不満をぶつけたそうです。モンキーパンチさん、最初何のことか分からず勢いに押されついとぼけてしまったそうで、これが原因で山田さんとの間で溝ができてしまうことに、さらには事前連絡がされなかったことに驚き、東京ムービー側に電話するもプロデューサーはすでに辞めており、この件に関わっていた人物もプロデューサーに任せていたと逃げられてしまい、モンキーさんはアニメ業界を信用できなくなったとか。銭形警部役の納谷五郎さんは後日本作で銭形を演じた加藤誠三さんから別番組で共演の際に打ち明けられ、最初は何のことか分からなかったと言います。石川五右衛門役の井上真紀夫さんは、声優陣の交代は制作者の反乱である、残念なのは原作者の原名を裏切り声優に極秘だった点だ、せこさが悲しいと語ったそうです。本作でルパンを演じた古川俊夫さんは飲みの場でたびたびルパンのモノマネを披露していたそうで、それがきっかけで抜擢されますが、最初はオファーを断ったとか。ただマネージャーからあなただけ逃げるんですかと言われ、結局オファーを受けますが、山田さん演じるルパンへの敬意からあえて似せず自分らしい演技をされています。従来の声優を差し置いて演じることへの申し訳なさで、他の声優陣も自分たちの演技で収録に臨んだ旨コメントされています。超人気作品の突然の声優交代は従来声優だけでなく変更後の声優にも重荷となっていたことがわかります。その後テレビスペシャルが金曜洋画劇場で放送された際、山田さんと再会したモンキーさんは再度謝罪しますが、山田さんはどこか根に持った感じだったと言います。そして1995年、山田さんの訃報を受けたモンキーさん、誤解が解けたかどうかわからないままお別れとなってしまったことが悲しくて声を上げて泣かれたそうです。制作会社が行った声優変更により、ここまで切ない結末を迎えることになったわけです。その後、東京ムービー側にも非難が集中し、次作「ルパン三世バイバイリバティ危機一髪」では従来キャストに戻されることに。当時この声優変更事件は大炎上、多くのファンから抗議があり署名活動まで行われます。古川俊夫さんにもアンチレターが段ボール何箱も届いたそうで、一番激しいバッシングを受けた作品と語っています。そして2023年9月30日にこんなポストをされました。
当時バッシングに耐えられず、その後長いこと自分の仕事履歴から削除してきましたが、かなりの時間も経ち、一度でもこのビッグタイトルのアニメに参加させていただけたことを誇りに思えるようになりました。作品自体の完成度は高かっただけに本当に残念でなりません。2005年から2006年にかけて公開された劇場用映画3部作、機動戦士ゼータガンダムアニュートランスレーション。こちら1985年から1986年まで放送されたアニメ、機動戦士ゼータガンダム20周年を記念して放送された新約劇場版であり、メインサブ合わせて20名以上の声優が変更となる大幅なキャスト変更がされました。アニメシリーズから20年経過しているため、声優も再選考する必要が生じ、同作の主人公神優美談役飛田信夫さんも再オーディションを受けています。結果として20名以上の声優さんが改めて平等に審査されたのなら何の問題もありませんでした。フォー村雨役が島津紗友子さんからゆかなさんに変更されますが、島津さんが映画出演のオファーがなかったと語られたことで大きな問題となります。ただでさえ大規模な声優変更で当時のガンダムファンたちは不満の声を上げていたわけですが、島津さんの一件でその声はさらに拡散されていきます。島津さんですが、なぜ自分にオーディションの声がかからなかったのか、作品の原作者総監督である富野義行さんと音響監督藤野定義さんに事実確認をされており、お二人の了解を得た上でその内容をご自身のホームページでまとめています。島津さんはその時の音響監督さんからの返答を不可解に思い、これを読んだファンの間でさらに波紋が広がることになります。全文は概要欄にリンクを貼っておきますが、要点をまとめるとこんな感じです。もともとオリジナルキャストの一部は続投の予定で、その中にフォー村雨役の島津さんも含まれていた。それでも現在のお芝居を再確認するため連絡を取ろうとしたが連絡がつかず、島津さんは引退したと大きな勘違いをした音響監督が総監督にそのように伝え、総監督はフォー役は紗友子以外に考えられないと思いつつも仕方なくキャスト変更に踏み切ったというもの。これを聞かされた島津さんは、自分にもチャンスがあったこと、それを引退したという勝手な勘違いで潰されたことが本当に悔しかったそうです。島津さんはフリーで事務所に所属されていないものの現役で活動されており、大多数の声優が所属する日本俳優連合に確認すればわかるし、他にもネット、ラジオ、ゲームなどレギュラー番組を抱えていて、連絡を取る手段はいくらでもあったはずなのに、なぜそれができなかったのか。その後音響監督は島津さんの以前の所属事務所から島津さんの自宅の電話番号を聞き出し、何度も電話したと言いますが、島津さんが電話に出ず留守電に残したメッセージも返事がなかった、だからやむを得ずキャスト変更となった旨を伝えてきたそうです。とはいえこれも不可解で、そもそも関係者であっても事務所が声優個人の連絡先を勝手に教えることはありえないそうです。さらに音響監督や総監督が何度も自宅に電話をよこしたという点も不可解で、そのような電話はもらっていないし留守電だったということですが、そもそもお二人が連絡をよこしたという時期に島津さんの自宅では留守電機能を使っていなかったそうです。それで島津さん、音響監督と総監督がかけたという自宅の電話番号を確認しようとしますが、お二人とも紛失されていて確認できなかったそうです。ということで、もしかすると島津さんの自宅だと思っていた番号が実は間違っていた可能性もありそうです。とはいえ総監督が変更する予定のなかったフォー役を変更することになったのは、島津さんは引退していると音響監督が総監督に伝えたことが原因なのは確かで、総監督は音響監督に騙されたと島津さんに伝えたそうです。とはいえ総監督の富野さんが劇場版公式サイトでこんなコメントをされています。若いキャラクターであれば基本的には若い声で演じてもらいたい。極端なことを言えばアムロやシャオも含め全てのキャスティングを変えたいと思っていた。復刻映画にするつもりは全くなかった。フォー村雨のようなゲスト的なキャラクターに関して言えば新人を起用するという考え方は初期段階からあった。懐かし映画にしないために若い声を入れた現在の方向性が決まった。これが島津さんがホームページで公開した総監督の発言、フォー役は紗友子以外に考えられないと食い違っています。不可解な点は多々あり、当時のファンは不満爆発、ネット記事や週刊誌も取り上げ文字通りの大炎上となりました。結局のところなぜ島津さんが再オーディションのチャンスを失ったのか、真相は今も分かっていません。1986年放送のアニメ「聖闘士星矢」、主な登場人物として星矢役古谷徹さん、紫龍役須藤木弘隆さん、春役堀川亮さん、氷河役橋本浩一さん、一騎役堀秀幸さん、沙織役半恵子さん、
というキャスト構成で、2002年放送の冥王ハーディス12級編までは一部声優の変更があったものの、主役級キャラについては変更がなかったのですが、2005年放送のセイントセイヤ冥王ハーディス冥界編から主役級キャラについても次の通り一新されました。セイヤ役森田正勝さん、支流役桜井隆弘さん、春役粕谷優太さん、氷河役三浦弘明さん、一騎役小西克幸さん、沙織役織笠文子さん。さすがに主役級を一新したのがまずかったか大炎上。原作者の車田正美さん含め関係者のもとへ迷惑電話や誹謗中傷が多数集まり、声優変更撤回の署名運動も起こりました。この影響は海外にまで及んだというから驚きです。こうした運動に危機感を覚えた制作側が公式サイトにて2005年10月声優変更の理由を公表。結論から言うと、旧声優さんたちの声の老化が原因でした。前作テレビシリーズから冥王ハーディス12級編まで13年経っており、この時点で原作者の車田さんは作品を継続していく上で声優の変更が必要と考えていたそうです。旧声優陣の声には以前のような張りとツヤがなく、老けた声はもう少年とは呼べなくなっていたと語られています。実際12級編の放送後、ファンから旧声優の声が変わってしまって嫌だという声も届いていたそうです。ただ声優役古谷徹さんの声は当時のままで、古谷さんだけは残したいと車田さんは考えます。ですが古谷さんは声優変更に反対でした。一緒にやってきた仲間で行かせてほしいと懇願します。続く映画作品展開編についても声優を変更すべきと考えつつも変えないまま公開。作品の出来に車田さんは納得できなかったそうです。そして問題の冥界編の企画が立ち上がります。冥界編では主役聖夜に次ぐ最も重要な役があり、これには天使のような清らかさが必要でした。車田さん、この役だけはもはや変えなくては作品のイメージが完全にダウンしてしまうと考えますが、それを聞いた古谷さんは、旧主要メンバーを一人でも変えたら僕は聖夜を降ります、命がけで取り組んでいる聖夜の演技ができなくなるからですと伝えたそうです。それだけ仲間の演技を信頼していたのでしょう。悩みに悩んだ結果、全キャストを一新して再スタートするしかないという判断に至ったのでした。やむを得ない事情があったとはいえ、ファンもそうやすやすと声優変更を受け入れることはできず、冥界編の DVD の売り上げは大きく落ちてしまいます。声優さんも人間なので13年も経てば当然声に変化は生じます。ただどうしても作品イメージというものはある。変更を望むファンもいれば望まないファンもいる。全員を満足させることはできないから本当に難しい問題です。アイドルマスターシリーズで登場するキャラクター萩原由紀穂、 CV は朝倉あずみさんですが、ご存知の方も多いと思いますが、初代担当声優はゆりかさんでした。2010年7月4日アイドルマスターライブイベントにて萩原由紀穂役を降板することが発表されます。当時総合ディレクターの石原明宏さんによれば、ゆりかさんと話し合いの結果、互いに志を新たにして目指す道を歩んでいくためにも由紀穂役をバトンタッチすることになったと報告されていました。交代から時間は流れ、2015年11月2日のこと、ゆりかさんが公式 X にて萩原由紀穂役交代の真相を語られ、ファンに衝撃を与えます。当時ゆりかさんは殺人予告などで悩まされ、精神的にかなりダメージを受けていました。リハーサルで過呼吸になるほどだったことから、イベントに参加することもできませんでした。この点は運営側も理解してくれ、これからも由紀穂をよろしくと言われていたそうですが、降板が決まったのがその直後で、何が起こったのかわからず、大人の事情で何かが変わったのだろうと受け入れることしかできませんでした。ゆりかさん曰く、由紀穂役の降板を申し入れたのは当時のマネージャーだそうです。その頃ゆりかさんが所属していた事務所インターセプトを退所することが決定していたため、その後まで責任が持てないという理由から申し入れたのではないかと考えているそうです。また由紀穂役を引き継ぐ朝倉あずみさんについては、いろんな意味で可愛いと思っていた後輩でしたので本当に嬉しかったと語られています。病気が原因で声優交代となるのは仕方ないかもしれませんが、本人が知らないところで勝手に話が進んでいくのは正直恐ろしいと思いました。 NHK で放送されている人気アニメおじゃる丸、皆さんも一度はご覧になったことがあると思います。主人公坂上おじゃる丸を演じる声優さんは西村智奈美さんですが、実は1998年から2000年まで初代おじゃる丸を演じていたのが小西ひろ子さんでした。声優変更から長い年月を経て、2018年6月1日、とあるユーザーが、小西ひろ子さんはなぜおじゃる丸役を降板したのだろうかとポストすると、これを引用リポストする形で、
あまりに衝撃的な事実を語られています。収録と言われおじゃる丸の声を取ったが、本編用ではなくおじゃる丸人形とか音声商品の声に流用して販売していた。私も知らされていなかったので、これは何ですかと事務所を通じて質問。そしたら、生意気だ、黙って言う通りにしないとアニメ業界で仕事できなくしてやる。その後収録の話が来なくなった。おじゃる丸スタッフはみんな隠蔽している。しかし18年経って NHK 関連でまた同じような事件が事務所関係者に起こったので、今度はしっかり音声や証拠、電話やメール、振込指示などを押さえ NHK 経営企画に書面を出した。今ここ出方を待っている。この通りおじゃる丸役交番に至った事情を報告されました。説明なく勝手に音声を流用し、確認しただけで交番だなんて鬼畜の所業と言わざるを得ない。その後のポストでは、変更当時のおじゃる丸プロデューサーがホスだの、おろすだの、言うこと聞けだの、キーとかわめいたりして全く話になれませんでしたと説明されています。2018年6月11日、この件について NHK 広報局はこんなコメントを出しています。ご指摘のような音声の無断使用の事実はないと聞いています。関連団体の担当者もツイッターにあるような発言はしていないと話しており、外部の関係者を含めさらに確認を進めています。契約満了まで勤められており、収録の話が来なくなったというものではないと考えていますとのこと。まあよくある回答ですよね。断言ではなく聞いてますというやつ。これに対して小西さん側は、18年前のおじゃる丸プロデューサーの証拠音声を録音しており、事実はあると考えていますと反論。その後のポストで NHK を刑事告訴した旨を報告されていますが、調査の結果、刑事的には黒でも商品の製造が終了した時期からの時効があるので犯罪に問えないなど個人の見解と語られています。子供たちに夢と希望を与えるアニメの裏側でこんな卑劣な対応がされていたと思うと悲しくなります。1988年公開の劇場アニメ機動戦士ガンダム逆襲のシャア以降、 OVA やゲームスーパーロボット対戦シリーズ、ガンダムシリーズなどでハサウェイ・ノア役を演じてきたのは佐々木希さんでした。ですが2021年公開の劇場アニメ機動戦士ガンダム閃光のハサウェイでは声優が変更され、ハサウェイを小野賢章さんが演じています。他メインキャストが一新されています。事前に告知があれば問題なかったのですが、2020年3月17日、佐々木さんがこんなポストをされています。さあ、ハサウェイやるぞ。ゲームではずっとやってきてるけど、アニメでは30年ぶりにガンダムに乗るので、体を鍛えて操縦の仕方を思い出し、アムロのようにマニュアルを読み、準備万端でいたんですけど、私じゃない？ふえー、ゴフ。つまり、事前にハサウェイ役の降板を知らされていなかったことになります。これに対して、ハサウェイは佐々木さんであってほしいとか、佐々木さんはまだまだ現役バリバリなのにといった声が集まります。すると炎上や関係者への影響を気遣ってか、続けてこんなポストをされています。私見です。私たち声優は役を所有しません。どれほど長く演じても、どれほど人気を得た作品でも、キャラクターは声優のものではありません。作り手の方からこの役を演じてほしいと求められて、初めて私たちは声優として存在できる。ほとんどの場合はそのような受け身の仕事です。だから同じ役を演じる機会をいただけることも多くありますが、時にそうでないこともあります。それでもマイクの前で演じるとき、役と自分が一体になったような感覚が体を貫く一瞬を幾度も経験します。私たちが他の誰よりもその役に寄り添える瞬間です。そのような至福の感覚をこの身で味わえることが演技者に与えられる最上の褒美だと思ってます。声優は選ばれる立場ではありますが、収録では役を演じるという好きなことができて、イベント等では作品を代表してファンの皆様の前に立たせていただける幸せな職業です。とはいえ寂しいなというのは正直なところなんですけどね。逆襲のシャアからずっとハサウェイを愛してくださってありがとうございます。これからもハサウェイを見守ってください。皆様のお気持ちとお言葉に心から感謝します。今後ともよろしくお願いします。この一連のポストから、今回の一件で炎上してほしくない、声優の仕事とはそういうものだとファンの理解を求めるとともに、それでも突然やってきた声優交代の事実を前に悲しむ気持ちが伝わってきます。公式は声優変更の理由について、40周年を迎えたガンダム最新作として世界展開を見据えた上での制作演出上の都合と発表。さらに若手の声優さんを起用した理由について、今のキャラクターたちの等身大の年齢に近いお芝居、生っぽいお芝居が欲しいということで選びましたとされています。ただ佐々木さん、同映画にてゲイス・H・ヒューゲスト役で出演されており、
声優さんへのリスペクトが感じられることから、この点においてファンから評価されているようです。2022年12月3日公開の新作アニメ映画 The First Slam Dunk。 2021年1月に作者井上武彦さんの公式 X でスラダン映画化が発表されてから、多くのファンが情報解禁、そして公開を首を長くして楽しみに待ちました。2022年8月、1993年放送テレビアニメ版スラムダンク全101話が YouTube で期間限定公開され、9月には前売りチケットが発売され、いよいよとなったところで11月4日情報解禁としてテレビ版声優が一新されることが発表されます。1993年のテレビアニメ版では、桜木花道を草尾武さん、赤木武則を柳田清之さん、流川楓を緑川光さん、三井久志を沖合良太郎さん、宮城亮太を塩谷よくさんが担当していました。 The First Slam Dunk では、桜木花道を木村昴さん、赤木武則を三宅健太さん、流川楓を神尾慎一郎さん、三井久志を笠間淳さん、宮城亮太を中村修吾さんが担当します。テレビアニメ版の声優で続編を期待していたファンは、これに納得できずに不満爆発となりますが、それだけでなく、声優一新の発表が前売りチケット発売後だったことが、より反感を買うことにつながりました。直前まで YouTube で全キャストが演じるアニメを一挙放送していたのも、ここに来て声優一新はありえないと思わせるきっかけとなります。批判的な意見を受けて、木村昴さんは、この2年間キャスト全員が監督と一緒に最高の芝居を積み上げてきたので、絶対大丈夫だから、これまで情報を出さないでくれてありがとうってみんな絶対思うから、頼むから一回劇場行ってと心の底で思っていたと後々語られています。また、劇場版スラムダンクは実写に近い生々しくリアリティのあるお芝居を目指していたそうで、昴さん曰く、これまで勉強してきた声優のイロハとは全く異なっていたとのこと。この点が旧キャストを一新する理由となったのでしょうか。いずれにしても、声優変更発表時の混乱が嘘のように、観客動員数1000万人を突破、興行収入150億円を突破する大ヒットを記録しました。とはいえ、やっぱりチケット発売前に声優変更を明かしていれば、余計な炎上でキャストさんたちを悩ませることもなかっただろうと思ってしまいます。株式会社サンリオの人気キャラクターハローキティが2024年に50周年を迎えますが、2023年11月1日、林原めぐみさんが突然の卒業を発表。ブログで思いの丈を綴られていますが、これを受けて納得できないとファンの間で大炎上してしまいます。林原さんはキティちゃんと33年もの間歩んできました。初仕事は1990年のハローキティの親指姫で、以降サンリオピューロランドやユニバーサルスタジオジャパンなど、ほぼ全てのキティちゃんを支えてきました。実は林原さんが関わる前にも、初代がサンリオの社員さん、次が白石冬美さん、そして小山まめさんとキティちゃんを支えています。そして林原さんのブログの内容ですが、公式の対応として驚きを隠せないのが、キティちゃんの事務所から林原さんの元へ突然1枚の手紙が届き、卒業を言い渡されたこと。ほぼ決定事項という感じで、かなり戸惑ったそうです。一緒に50周年をお祝いすることができないと知り、どれだけ悲しかったでしょう。その後、事務所の方から詳細な理由を説明されたそうですが、かなりざっくり説明すると、今後の展開を見据えた決断なんだそうです。今回ミミィの富永美奈さん、ダニエルの高橋剛さんも卒業されることが発表されました。この件について公式から事前説明がなく、林原さんのブログで明らかになったわけですが、サンリオファンから不満が続出。そして火に油を注ぐ結果となったのが、ハローキティ公式 YouTube チャンネルが、林原さんがキティちゃんを支えてきた頃の動画を11月1日をもって一斉に非公開とした点です。まるで林原さんの功績をなかったことにするかのような対応で大炎上。公式対応の配慮不足から、新しくキティちゃんを支えることになる方にまで飛び火する結果となりました。サンリオキャラクターについては、暗黙のルールがあるにしても、もう少しやり方がなかったのかと疑問に思いました。以上、突然の声優変更、アニメ降板でファンがブチギレ、大炎上した事件8選とお気持ち表明された声優さんについてでした。これらの声優変更問題、また制作側の対応について、皆さんはどう思われますか。以上です。